進みましょう。買えるものはありませんか？進みましょう。失礼。ここからなら、進みましょう。記録を開始。座標は依然として変わらない。すべてかつての姿と同じ時間でさえ、この世界はまだ始まっていないのに、俺たちは、彼らは昔の俺たちと同じさまよう脆い存在だから、教えよう。今のは何だ？周波数の影響で幻覚でも見たの？でも初めて。もしもし、聞こえます？脅迫者様のおかげでスプラウツの知能異常周波数が落ち着きました。次は前方に見える小島、ソラリス全体の天空海観測を担っているスプラウツの力ならすぐに着くでしょう。目的地で。本州は豊かな土地、いいものがたくさんありますよ。進みましょう。では兵器、兵器任せて。祈りですか？分かった、あなたがそう望むのなら。
わかった。あなたがそう望むのなら。指示。同心。正確に。暗礁変遷、ほっ、さあ炎症移動、幽輪の力で、へい、海帰れ、失礼、一目瞭然、失礼、心地いい風、進みましょう。世に任せよ。終わりにする。巡洋流説。大事。暗礁変遷。消去。抹消。任せて。ビュー。アド。アスタ。太平を迎えるために。出よ、烈火のきらめき、断ち切る、記録を開始。悲鳴は予測不能な天災ではない。敵に立ち向かうのならまずは敵を知る必要がある。ただ今のところ予測できるのは非天空海や無音区の予測はまだできそうにない。悲鳴に立ち向かうには俺たちだけでは足りない。多くの助け、悲鳴という厄災は世界共通の敵、人間だ。またあの幻影だ。ブラックショーの始まりについて話しているのか。まるで
汚染がひどくなってまた残像が出てきた。気をつけてくれ。手間などない。兵士、伝統を移動。部品の先へ。昼夜健康。ご苦労だったね。私が移転移送所の管理人だよ。いや、実に見事な戦いっぷりだ。ああ、我々は出身地を問わず、誰もが同じ理念のもとでここに集まっているんだ。君が汚染データの除去をしている間に、スプラウツの力、テティスシステムに再接続できたよ。汚染されたデータと残像が実体化しているのなら、この原理が応用できるんじゃないかと思ってね。それで安定アンカーのそばにデータを入力してよじ登れる台を作ったんだ。さあ、奴らをあるべきところへ送り返そう。他の2つの安定アンカーにも応援人員が向かっているところだ。さて、乗るか来るかだな。気をつけて。
指示を入力。任せて。アド・アストラ。逃げ切れるかな。兵士レオ。アマタの光よ。任せて。平気。運病だに、あなたの命令通り、私が行けるのは天空界からソノラ、時間から空間へ。ちょっとヤンヤン、見て、あそこ、いきなり倒れちゃった。この場所こそが、進みなさい。全ての修復が完了したみたいだな。お疲れ、漂白者。君がいてくれなかったら今頃はどうなっていたことやら。お前がフォードだな。漂白者、言い忘れてたんだが、あれからモニカが彼女の情報を見つけた。彼女はブラックショアの花持ち、戦場で医師として働いていたものだ。だけど彼女は数百年前に嫌いの港で起こった悲鳴で、すでに命を落としている。つまり、生きているはずがないんだ。フォードは、私たちの中の一人。テティスシステムにおける、私たちの名は、ネクロスター。私たちはブラックホールの自称の地平線にとどまり、永遠に闇の底へと落ちていく。私たちは悲鳴によって砕かれ、観測者の呪いにより死ぬことさえも選べない。あん、我が死、我が憧れ、お願い、レビウスの輪のようなこの循環を終わらせて。お帰りなさい、漂白者。またこの島に降り立ったのね。お帰りなさい、漂白者。危険な目に遭うあなたを見過ごせなかった。勝手な行動をとってごめんなさい。私はごめんなさい。あなたが見たのはずっと昔、あなたがこの島でブラックショアを立ち上げた頃、あなたはかつてここでバラバラだった世界をつないでいたけれど、すべてを手放し漂白の旅に。あなたが失ったのは記憶だけじゃない。あなたが去った後、ブラックショアはテティスシステムが統率してきたから、彼らはあなたの存在を知らない。それがあなたの望み、自由に。だけどここはあなたが築き上げた場所。いかなる資源も自由。あなたはここの主、
でもここの仕事は対局から見れば些細なもの。そして今この全てを終わらせることがあなたがまた未来へ一歩踏み出すためにも必要。フォード、確かに彼女はブラックショアの花持ち。でも彼女と亡くなった人たちに、彼らはあなたが嫌いな港で目撃した異常周波数の原因。大丈夫、安心して、私がついているから。ごめんなさい、これ以上は言えない。でもテティスシステムを修復していけば、あなたが過去と決別した理由がわかる。そういえば聞きたいことがあるの。今週での旅、あなたは満足してる？そう、それならよ。地下に向かうゲートが開いた。そこをくぐれば、今週から始まった、やがてブラックショアを通じてソラリスの全土にいた。最後にもう一つ、全てが終わったらあなたの今週での物語を。自ら姿を現したってなると、いや、ブラックショーに入ってから一度も会ったことなんてないね。ただ言い伝えを聞いたことがあるってだけ。けど彼女が直々に出てきたってことは、間違いなく君が。地下へのゲートが開いたのなら、真実が明らかになるのも近い。地上のことなら何。抹消。
空間へ渡るゲートウェイ、それはソノラの特性を生かしたいくらでも用意させますよ。これがブラックシュアの真の姿。私の体はソノラで構築されている。この映像もいわばソノラの影のようなもの。私はテティスシステムの演算の中核を担っている。だから機能を入れもこういう形でならあなたと一緒に行動する。ここにはソラリス中の悲鳴が記録されている。過去に起きたものも今起きているものも、あの星々はこの星の嘆き、すなわち悲鳴。群生の調律者、文明を導く者、ブラックショアの頭脳。昔あなたが持っていた無数の称号、気に入ったものはある。あなたの本当の名前を呼んでいた。過去であろうと現在であろうと、幾千幾万の時が流れ、あれがネクロスター。旧文明の呼び方をするならブラックホール。テティスシステムはデータを星空とし、ソラリス全体を観察している。そして捨てられたあなたが嫌いの港で遭遇した異常周波数もその一部であり、本体とも言える。それを調律ホールに持ってきて、私がそうすればテティスシステムは正常に戻り、今は手遅れにならないことを祈るだ。さあ行きましょう。私がそばにいるから。
ただの影だけど、ずっとそばにいるから。残りの時間、最後までそばにいさせて。横島を取り払え。終わりにする。しくじった。刑事全有自在。逃げ切れるかな。同心不審の立ち合い。いくらでも用意させますよ。あの黒い星は地下に収容されたようね。地下に通じ。暗礁変遷。
もう大丈夫だ。全て終わっ、はあ、あの方の声が聞こえます。ああ、彼女もここにいる。私はここよ。しっかりしろ、すぐに救援が来る。私はブラックショアの、ええ、あとは任せて。大丈夫、あなたは。ありがとうございます。お前はよくやったよ。ゆっくりや、星々も私も決してお前の勇気を忘れない。今しがたネクロスターが強制的にエラー収容所に排出された。エラーコードが地下から外に溢れ出たんだ。ピーク時は仮想データがまるで血のように飛び散っていた。コントロールルームを守るには地下へのゲートを閉じるしかなかった。その上、自分がどうなるか理解した上で彼は使命を果たしたんだ。ショアキーパーが現れるとは思ってもいなかっただろうがね。あれほど異常周波数に汚染されてしまっては。あの黒い星は地下に収容されたようね。地下に通じる扉が人為的に閉じられている。私がいる限り権限の付与は必要ない。ただの影だけど、ずっとそばにいるから。いくらでも用意してきますよ。進みましょう。脅迫者、おかしなことを聞くけど、私、花園で彼らを見たとき、体の奥から不思議な感覚がこみ上げてき、どう伝えたらいいのか。あのとき、治る見込みがないことは、あの周囲なのに、私は嘘をついてしまった。嘘をついたのは、これが初めてじゃない。私の記憶では、あなたはこういう時悲しみの表情を浮かべていた。私もそういう感情を抱くべきなの。そう、
仲間たち一人一人の気持ちを思いやっていた。だからあなたの代わりに私、でも今の私にはうまくできない。ネクロスターの問題が解決しない。私にできるのは収容所のネク、あの時今テディスシステムの中にあるネクロスターは嫌いの港を滅亡させたブラックホールそのもの。あなたが嫌いの港から持ち帰ったあのデータがそうだったの。昔のあなたはそのことに悩んでいた。だから私はそれを変えたい。テティスシステムの最高権限を持つのは私だけ。それを調律ホールに持ってきて、そうすればテティスシステムを正常に戻り、けれど私は実体がないからあなたに持ち帰ってもらわないと。あ、そう。でも安心して、昔の、そして今度こそ全てを変えてみせる。大丈夫。時間、過去、現在、私を信じてくれる。ありがとう。本当に本当にありがとう。気をつけろ。真ん中のあれが制限をかけられたネクロスターだ。旧文明の物理学によれば重力は軸。危ない。私たちは入力空間に戻ってこられた。さっきの戦闘では本来の周波数の波動は抑えられていたみたい。認証しました。操作を確認してください。おい、こら、手当たり次第に食べるな。今のめちゃくちゃまずかったぞ。これはなんだよ、じっと見て。そう、この周波数よ。遥か昔からこの周波数はあなたの中にあった。気になるけど
今はそれほど重要ではない。この我が重要じゃない？失礼なやつだな。お前のせいだろ。腹が減ってるからって何でもいいと思うな。さっきの調味料全部ぶち込んだみたいな味がしたぞ。深淵の奈落に落っこちたみたいな味だった。もう二度とあんなの食うもんか。だからこそそれはブラックホールと呼ばれているの。あの子、周波数の性質が分かる。ネクロスターの周波数は確かに複雑。体にどこか不快なところはない。違う、そうではなくて、あの子と一緒にいて異常を感じたことはない。それならよかった。ネクロスターのコアは手に入った。あとは残りの時間。私との約束。焼却。
地は滅び、ビルは倒れ、文明は消えた。すべての命は悲鳴に飲まれた。100億もの人々が悲鳴によって消えた。彼らが悲鳴の中で味わった絶望、無念、怒り、そして後悔、そのすべてがテティスに記録されている。帰らぬ人となった彼らの名前もここに残されている。あなたはどうしてここにいるんだ？私はテティスの中枢で、ブラックショアの所有物。私のソムラはここにある感情を受け取る器だから。ごめんなさい、ソノラを制御しきれなかった。あなたがブラックショアを去った後、私の職務はここのすべてを守ることに変わ、ここを守り通して使命を果たせば、実際に悲鳴に巻き込まれたことはないけれど、人々の記憶、悲鳴のデータは私の体内を流れて星に。ごめんなさい、私は職務を私がもっと努力して、彼らの感情を理解できていたら、こんなことにならなかったかもしれ。ソノラもこの体も私だからこそ、私は星空を、そして漂白者、これは約束なの。過去から今まで変わることのない約束。必ず方法を見つけて、逃れられない運命とあなたを巡るメビウスの循環を、そのために尽くすのが私の存在。この感情はどう表したらいいの？こういう時どんな顔をすればいい？
溢れ出したデータの残像がここに集まり始めている。あれは一つの死を抹消しようとしているのね。任せて。終わりにする。心配しないでね。時にステージも必要よ。気をつけて。わかない。火の雨が降り注ぐ。昼夜健康。昼夜健康。漂白者さん、お待ちしています。みんなのおかげでこちらは準備万端です。持ち帰ってくれ。ディスシステムに異常。それからブラックショアはいかなる時もメンバーを一つ。その黒調律が完了。フェーズのステータスを確認。ネクロスター、このフェーズの調律を再度行いますか。ネクロスターのバックアップデータを読み込み中。嫌いの港。対象データの読み込みが完了しました。ご確認ください。あそこが調律データの入り口です。あの中からテティスシステムの再調律データを手に入れれば調律完了です。待って。ネクロスターが制御されてからテティスシステムにおける私の演算負荷が下がった。私も一緒に行かせて。漂白、これは私との約束。大丈夫。ソノラをたくさんつなぐことで体の私が存在しているうちに。心配しないで。もうお願い。嫌いの港もかつてはこんな風に栄えていた。あの時代は開拓への自信が町の人々を、船で海路を、車輪で陸路を制し、人々は日に日に高くなる建物のように、人々は自信に満ち。あの夜景にきらめくビルが見える。あのビルは当時天空に最も近いと言われた場所。あの頃人々が望んでいたのは近くの衛星だけでなく、彼らは高い理想を掲げ、彼方の地に思いを馳せ、未知なる。当時の人々には夢がありけれど、その夢は
ソノラの中でも現実でも、どうやって街が作られ繁栄し、これはあなたが過去に経験し、この街がどう発展したかを語るとき、もしかしたらいつかこの街での出来事が重要な手がかりになるのだとあなたは気づいていたのかもしれない。ここは滅亡一時、災害発生一時間前が私の演算で再現できる限界なの。私たちが前へと進めば進む、テティスシステムの再調律データは私たちに歴史を変える。この物語の中であなたは何を経験したの？テティスシステムから私が知りたいだけ、教えてくれる？ここの称号を言う入り口さ。瞬用融雪この温かい飲み物、こういう飲み物、あなたは好き？わかった。苦い。生命の箱舟の植生データには花園で育ててみてもいいかも。私のソノラにこれを用意しておけば、あなたが旅で必要になった時、いつ。え？え？どうしてもあなたに喜んでもらいたく。おそらく障壁を越えてここを離れるにはシークレットキーが必要よ。ポータルを使えばシークレットキーが手に入るかもしれない。こんばんは。お茶でも。当店は猛煎茶がおすすめ。眠れなくなるほど。いや買えるものはありませんか？脅威を発見。一緒に戦う。正確に。こんな手はどう？あっ！やっ！
データの残骸がここに侵入しているみたい。つまりあと少しで今は滅。あの時ブラックショアは嫌いの港に悲鳴の警報を発せも、悲鳴の広がるスピードはテティスシステムの良さ。あなたは人々を避難させるため交流とも協力し、けれど全てを救うことはできなかった。ええ、か鼻持ちである彼女は悲鳴が発生してすぐ住民、でも悲鳴の前では人間は無力で弱い生き物。そう、アナ・ブラックショアもその信念のもとに動いていた。ええ、けれど彼女に会うべきなのかは。テティスシステムの基盤ロジックに基づいていて、私には手出しできなかった。テティスシステムは悲鳴を観測するため、そして悲鳴を理解する最善の方法は悲鳴を限りなく本物に近い状態に復元。これまでずっとテティスシステムは悲鳴の結果と根源を集めてきた。それがあったから他の悲鳴を解析。それが現時点によって、そしてそれこそテティスシステムのブレも製図データの中にあっても、私は花持ちとしての使命、災いの中で懸命に助けを求める人たちにとって、ネクロスターの中でその影響を抑えていたのは、それはあなたもでしょ。ただあなたと漂白者と違って、内側からネクロスターを抑えている間、悲鳴には規則性があって、ネクロスターと同じく完全に制御ができないわけじゃないと分かった。私はブラックホールから逃れることができ、執念、怒り、後悔、恨み、悲鳴によりもたらされる感情はブラックホールの超積力のように、これらの感情は悲鳴と同じく周波数なの、呼ばれている。テティスシステムがネクロスタープログラムを稼働。私たちもかつては今のあなたのように迷いを持っていた。どうかどうか、必ず我が死を、どうか私たちを解放して。引力を忘れないで。引力は旧時代の最後の真理。テティスシステムは何かを隠し、引力に関する問題であり、現代の学術では説明で、テティスシステムがリスクを冒してまで、あまり時間がない。ここから漂白者、これはブラックショアの、そしてバッ、
とても強いエラーデータの汚染を感じる。私も汚染を抑えてみるけど。気をつけて。カギナガを使えるようになった。太平を迎えるために任せて。逃げ切れるかな。ネクロスターはこの先にいる。あのピアノが調律を行う鍵よ。気をつけて。ここは憎しみに満ちている。指示を。ニューロヘイキアドアストラ兵士舞い上がれ。入れよ敵の先へ。任せて。火の雨が降り注ぐ。あなたも来たのね。ここで会えるなんて思わなかったわ。ここはテティスシステムの最深部。私ここの星空が大好き。遠い昔、あなたはソラリスのデータを星と定義した。この星空、この空には一つだけ、ひときわ瞬き、その星は見ているだけで、悲鳴に染まった。そしてある日、その星はここに現れたの。過去の私は、ブラックショアを守り、与えられた仕事をこなすことだ。それを、あなたが変えた。あなたは私に、たくさんの物語を聞かせてくれた。外の世界のこと、ディナシータの花畑を通りかかった時、
そこに咲いていたデイジーとバイオレットはとても美しかった。あの時はただ不思議な感覚だとしか思わなく、やっと分かったの。私の生きる理由はブラックショアを守ることだけ。あなたもブラックショアだけで終わる日、戻ってからもこの星の上であなただけの物語を。忘れたの。私はソノラで作られた。ソノラの道具。そしただ、しばらくお別れするだけ。テティスシステムには、感情を受け止めるコアが必要なの。悲鳴のデータがなくなったのなら、誰かがその穴を埋める必要。嫌いの港の被害者にも。もちろん、私の旅は終わるけど、あなたのも約束したでしょう。もう、誰も傷つけさせないって。本当に、ごめんなさい。この方法しか思いつかなかったの。あなたがこの海岸に来てくれただけで、私は幸せ。交流、ディナシータ。たとえこの世の果てまで行ったとしても、ブラックショアは、これからも変わらず、あなたが足を休められる場所。どれほど遠く離れても、私はこの海岸で、あなたを見守り続ける。この気持ちは、愛、なの。さようなら。感染が抑制されて成功です。テティ王伯者さん、あれ、ショアキーパーさんはご一緒じゃないんで。彼女はテティスシステムの最高権限を持っているんですよ。こんな結末は間違ってます。どういう意味ですか。なるほど、わかりました。ということは、気づきませんでした。ネクロスターのでも、そういった理論が書かれ、安定アンカーの観測対象を切もう始めてますよ。なんとしてもショアキーパーさんを見つけるわよ。ブラックショアは。テティスシステム内にいるショアキーパーさんを見つけました。彼女だけじゃありません。ネクロスターの自称の地平線上にいる全ての人を確認しました。ネクロスターはテティスシステムの根本。そこからしょ、それはつまり本当にできるんでしょうか。こんな神に近いアルゴリズムを相手にするなんて。それにテティスシステムの演算力を一点に集中させ、ショアキーパーさんの正確な、そんなショアキーパーさんを救えるかどうかも未知数なのに、これ以上。それに今現在、ショアキーパーさん以上の権限を持つ人はいな。
ことですか？ショアキーパーさんがそんなことを。あ、もしかしてあの古い文献、ブラックショアに最大の危機が迫るとき、彼女は真の姿で現れ、伝説の指導者と共に再びブラックショアを導くってことは。今はまだその時ではないのかもしれない。だがテティスシステムこそが全ての手がかりを握る鍵になるはず。ブラックショアはテティスシステムの演算とショアキーパーでさえ、テティスシステムの前でも人は冷酷な道具じゃない。そして歴史は決して埋もれ、テティスシステムは本当に万能なのか。完璧な行くは勇むべからず、来たる者はなお追うべし。もしかしたら間違いを正し決別するためみんなここにいるのかもしれない。ブラックショーが世界中を奔走するのは文明を守るためでなく、壊れたものは直せばいい。君の言葉聞かせてもらったよ、アルトさん。地上のことは俺たちに任せてくれ。全ナビゲーターは第一級体制に突入。テティスシステム検索レベルを最大に変更し、ゲート開放準備。漂白者さん、ブラックショアの、そしてショアキーパーさんの運命を。私たちはテティスシステム、あなたが赴く場所の具体的準備ができたらすぐにテンス必ず帰ってきて。ようこそ最高管理者。ここはテティスシステムの演算スタックで、データの臨時保管にの本来であればあなた様は、しかしショアキーパーが最高管理者の権限をあなた様に譲渡したため一時的にアクセス。あなた様は最高権限をお持ちですが、ショアキーパーはすでにテティスシステムのコーディング、このコーディングコアが失われた場合、テティスシステムの機能が停止するリスクがあります。概念は存在しません。すべきは文明の存続。1万年当システムの大規模文明発展の前で個々の人類はあまりに弱く、個体の存続はさほど重要ではありません。またショアキーパーはソノラで構成されて、感情は存続において足かせとなります。理解できません。再度警告します。この当システムが存在しない世界において文明は、当システムは文明滅亡回避のために存在し、エラーは存在しません。理解できません。警告します。強制的にコーディングコアの、
ままでは凍てつく死の静寂が訪れるでしょう。気をつけ。お願い、逃げて。鍵縄で離れて。大地が裂け、世界が滅びます。ターゲット、最高管理者。お願い、先へ進んで。ついていけるのはここまで。でもあなたの終わりはここじゃない。システム存続のため、最後のソノラを使って。ターゲットと最高管理者。再起動。第3プランを起動。初期化対象ショアキーパー。初期化の進行 37%。 初期化の進行 62%。 初期化の進行 85%。初期化完了後、ショーキーパーが壊れました。それにより当システムは存在し続け、世界は悲鳴から守られます。
って思いを音に乗せる。あなたにもできるはず。やってみて。テティスの一部になってしまえばもう戻れない。悲劇は終わった。テティスシステムとブラックショーは新しい道を行く。それにあなたを嘘つきにするわけにはいかないだろう。気がする。あなたが教えてくれたの。そうか、ごめん、思い出せなくて。教えてあげる。あの時あなたが教えてくれたように。遥か先の未来と遠い昔のあなたはここでブラックショアを立ち上げ、ソラリスとのつながり、やがてあなたはシステムが悲鳴そのものをコアにしていることに気がついた。悲鳴で悲鳴を観測する。この循環はあなたはシステムを変えようとしたけれど、そしてあなたはここを去り、唯一の解決策を知っていたはずなのに。感情を持たない入れ物、道具として存在する私なら、私はあなたを守りたい。あなたには、あなたと同じ空の下で、あなたと同じ場所を見たいと、あの日。その感情に気づいた途端、何をしたらいいのかわからなくなった。でもあなたの物語をここで終わらせるわけにはいかない。ごめんなさい、あんな危険まで犯させて。ごめんなさい。
昼夜兼行。昼夜兼行。迅速かか
そういえば、あなたの体に宿っているあの手腕。ええ、あの子は飢えを訴えている夜の子か、具合でも悪いんじゃないかしら。私のソノラは万物の周波数の微細な変化を、だからあなたの体に存在する異常も感知で、私はテティスシステムの中で引き続きアブの情報を探す。あなたに修正されて最初の頃に与えられた使命に沿って動いシステムの根底が特殊な周波数によって補填されたみたい。でもそれを上回るほどの平和とぬくもりを感じる。いいえ、仕事は続けるけど、今の私はあなたと同じ日差しを浴びながら海辺の風を、その通りよ。私はこれからきっと、あなたはどれだけ離れていても、ブラックショー協力者としてでも花持ち、そうやってずっとあなたのそばにいたい。世に任せよ。こう行為してよ。どうしよう。少々雨が降り注ぐ。どういろ。終わりにせ、ニューロ。ケイシュ。風の舞い落ち。こんな手はどう？横島を。アド、アスト、さっき、はっ、暗証検査せよ。わかった。あなたが遠くの地から帰還を果たした。あなたは命あるものに新風を吹き込んだ。私はそれを通じてかつて理解できなかった境地にたどり着いた。
兵士。幽霊の力で入力。バレた同心。火の雨が降り注ぐ。海帰れ。任せて。烈火のきらめき。わらわの策と近かった。わらわの策と近かった。あなたがそう望むのなら。入力。抹消。わかった。あなたがそう望むのなら。指示を任せて。ほっ、手をかけもう一戦。中継に身を寄せ。兵士虹に身を寄せ。わかった。あなたがそう望むのなら。祈りですか？わかった。アレナ人は。宝石機の上を流れる糸のように止まることなく形を変えていく。その糸をあなたが操り、新しい私を織りなした。Thank you.
入力。